こんばんは、アクニです。えー、3月16日、今日は日本撮りなんです。えー、っと、ご存知の通りでしょう。3月16日、北川梨央ちゃんのモーニング娘。20北川梨央ちゃんの誕生日。ということで、まあ、15期メンバーを触れつつ、えーっと、この動画をお届けしたいと思っております。最後まで付き合ってくれたら嬉しいです。 北川りおちゃん、さあ、このね、15期、3人いるわけですよ。でね、3人の中で、まあ、もちろん2つう年上なんだよね。で、まあ、高校生でしょ、えー、そして本人自身が、まあ、学校ねどんどんふう、モーニング娘。入るのが入学したでまで、まあ、バタバタな1年だったと思いますけど。 アップカミですよね、もうあれ何週間2週間ぐらい前のかなとかで人間関係、ノーウェイウェイのレコーディングの画像なんて流れてましたけどあの,あのレコーディングのトラックの中でもこの成長していく、それがちゃんと見えるというね、この柔軟さ、あと何年ぐらいで柔軟でやるのか、もうどんと開花してしまうのか分かりませんけど。 歌パートとしてはものすごく面白い興味深いですよねでそんなリオちゃんえーまあ、15期ってどういうふうなバランスなのかというようなの僕の見方なんていうのを少しお届けしながら進めていきましょうまあ最初はですよもう私はもうパンダさんパワーが最初はなんていうんですかもう気になってしょうがなかったんで まあ北県ね、前「北見」って言ってた北見」って向こうのラジオで言ってるからなんていうのを教えてくれた人がいて、うん、頑張ります。で北見時代のあのー、活動から見ているのでまあ思い入れは深いわけですよね。特に「ワンダフルワールドイングリッシュバージョン」なんていうのを歌ってあ「ハロプロ研修生実力テスト」でしたっけね。えっ、ー、とその見た時には、うん もうこれは面白い逸材出てきてんな伸びまくってんなとまあ感じましたよ、ね、まあ、それが一人といえばまあパンダさんパワーでね今有名な、まあ、皆さんこの山崎めいちゃんっていうふうに言った方がいいのかねパンダさんパワーと言った方がいいのか、うんうん、悩んじゃいねえか <laughs> 好きなやついうふうにしりゃいいか何、ね、と思ってると思います なまあその一人とあと「岡村誉れこれかわいいね」何人がこれ理屈じゃなく岡村誉れに落ちましたでしょう理屈じゃないここはでもあえ,てあえて理屈で言えばどこのシーンの静止画像を撮ってもかわいいし綺麗なんですよね綺麗 ま,まだ可愛いの方が強いねうーんポージングうまいね、まあ、そんなね誉れまあ誉れの話はもうこの辺にしますけどこの2人前者2人ですよねここに2個上で入ってかなきゃいけないいやーそして年上だそしてそのまま年上なんだけど恐ろしい環境で入っていくわけですよ ね、で物理的に身長なんていうのも控えめな方に多分一致すると思いますもうね16歳ですからこっから急にビヨーンってことはないと思うんであのこの辺になると思うんですけどでそうなるとどうどうポジション取りするのかと「ええー、ご安心くださいですよ」おそらく過小面は この3人の中だと。声質だけ取ってみたら？うん、僕僕が監督だったら監督っておかしいか <laughs>？あのプロデューサーだったらってことにしますか？北側真ん中に置くね。理由説明しましょう。まあ、いつも通り3つですよ。理由で説明しましょう。まあなんかあのー？ こ声質がちょっとハスキーなんて言ってる、ねえー、人もいますけどうんまあハスキーと言われる部類のハスキーまでではないと思いますね。もう少しだけエフェクトかかってるレベルですよでこの質って加工しやすすいんですよ、ね、あのレコーディングとか多分ちょっと歌とった人いると思うんですけどなぜハスキー系のボーカリストっていうのが。 意外とメインボーカルいけるかっていうとあのね加工しやすすいんですねあんまりプロなんかプロでもないのにプロっぽいこと言ってもしょうがないですけどセンタードンでボーカル入れるときにクリアなハイトーンのボーカルって加工しにくいんですよまあ趣味もあるかもしれないですけどねうんなんかクリアだったらそのままでいいかなっていうふうにするとちょっと他の楽器と。 とか相性合わなかったりとかで多分あると思うんですよねだそういうことをぶつかられた方いると思うんですよねだからちょっとかすきめだったりすると音程微妙なところとかも実は超味になってくるし、うん、その辺って面白いかもしれないですねでもまあ言うほどではなくいいバランスですまずこれが一つで二つ目で本人自身が考えてるイメージしているボーカリストっていうのが ドーンととないところこれが先ほど言った柔軟なところをいつまでやるのかって感じなんだけど多分アイドル像はあるんで,すよでもそれも彼女のシャイな感じというかそこで、まあ、最近だいぶ良くなってきて前に出てくるようになってきてますけどなんかそれは何だっけな「あのタイニータイニー」とかの「あの横やん」と一緒に出てる回とかで垣間見れると思いますけどどんどん出てくるようになってきてるけどまだ。 なんうん、ボーカリストはこでえっ、ー、とキャラクターアイドル像っていうところキャラクターってところは模索中ですよね、うん、おそらく先輩方とかと事務所とかの方針とか出つつあるんだと思いますけど、まあ、その辺がちょっとこのふわふわっとした感じが今面白いかわいいってところですね、まあ、まずこれ2つですで3つ目ですねえっ、ー、と先ほど言いました15期のメンバーともし まあこの3人でやるかっていうところでいったら、まあ、センター越えですよ。でだとしたらこれを組み立てる時にどういう位置取りになってくるのかなっていうことですよね。うん、ここなんかここ力まず自然にさらっと入ったら俺ツヤ出てくると思いま,す、ね、まあまあ今も艶ありますけどね。うん 16歳ということですからでもね過去のハローのメンバーで16歳でお強い方々たくさんいらしたんでこの年齢タイミングってだけで語るにはちょっとまあ、つまらないだろうということでもう一つ、えー、と過去の子たち16歳ぐらいのタイミングでどうだったかということと比較してみましょうかあのネガなこと言わないから安心して。<laughs> 松浦綾、また来たなと。松浦綾、16歳の時にどうだったか。彼女ね、16歳ってもう、お笑っちゃうでしょ。もうちょっとアイドル感薄れ出すスタートなんですよ。16歳で TWO からあのトリプルにかけてというね、アルバムで言うとセカンドからサードというふうに、ねえー、となってくるんですけど、まあ、当時、 もうこねくり回す方面に入ってるんです松浦自体がこねくり回すってどういうことかって言ったら、まあ、最近の方々でわかりやすく言ったら2年3年ぐらい前の高木さゆきですよね本当にもうメロディーまで変えるというような、えー、先日尾崎豊の話をちょっとしたんし,しようと思ってなんかできねえ感じだったんですけどあのその時になんか触れようとも思ったんだけど 高木さゆきはバースデーイベントで尾崎豊の「ILOVEU」カバーしてる回があるんですよ。これ DVD に残念ながら収録されてなくてもうこういうの権利とって収録しりゃいいなんて思ってんだけどね。ね収録されてないんだけどその時さゆきは B メロをね「ILOVEU」の B メロをもうメロディー変えてこねくり回しながらやるっていうことをやってんすよね。これれは恐れ入ったけど そんな聞いたことないんで明日もう何してくれとんじゃないとすげえなと両方共存みたいな感じですよね。そんんな感じだったんですでこれは何を言いたいかというともともと16歳の松浦屋もこねくり回しゾーンに入ってたんですけど北川多分そういう16歳の1年間にはしないはずですよ。まあ、できななないいいいいいしやらいいろいろ言い方 どれも当てはまるる気がするで癖があったりどっかに引っかかる声がある子がうーちゃんとプロの指導のままどれぐらいパートもらえるかわかんないですけどプロの指導のまま17歳までの1年っていうところを過ごしてみたらどうなるかってこれ見どころだと思いますね。のキャラクターの伸びしろはもう超ある子だと思います。 去年の,あの15期の何ですかあの加入イベントみたいなのあって3人ともなんか声明文みたいの発し,て発してるんだってって声明文みたいの発表してるんですよねでその時に一番なんかグッときたのは僕はメイちゃんだったんだけどなんでかというとメイちゃんが10年後のハロプロを背負うような発言をしててこいつのスケール感すげえなやっぱちょっと飛んでんな いいとこそして着手しそうだなって思えたの。で、まあそういう先々からの客さんのはすげえけど、北川をも超すごいこと言ってんです。このメイちゃんのなんつうすごくファーアウェイな、こうと <laughs> 遠,遠くまで行く感じがなければ、あのモーニング娘の伝統を背負えるようなね。 あ背負ってきてる先輩方とね物語つながるようなねかそういう気持ち表現してもらった気しましたねこれは確かもう DVD とかになっているんじゃないかな多分な,なんか見りゃ分かりますよあの僕が言ってちょっと意味違えないようにした方がいいので去年の,あの研修研修生じゃねえや <laughs> 15期の、うん、イベントのやつで北川龍で調べてみてくださいあの本人が モーニング娘でやっていく上での覚悟っていうところが出てくれたのも嬉しかったし、うん、なんか15曲本当にすげえなと思いましたねまあその中で先輩で頭角を現しているリオちゃんですございますよ北川なんてね僕もう言いやすくて北川って言ってしまいますけどで彼女がもし、えー、とこのままね、あのー、ん延期だからバースエミントやってくれると思うんですけどもしどんな あのモーニング娘以外のハロープロの曲メインになるはずなんで、えーと、こんな曲を選んでくれたらみたいな妄想を入れて今日のこの動画は締めていきたいと思っておりますねイフもしもなんていうねことでございます。えー、と彼女の声質声の感じからして僕が歌った方がいいなと思う曲なんですけど、えー、っとねロマンってック。 マイディア・ボーイこれは聞きたいなんて思って思いましたねちょっとね藤本美ているんですよねいたいたんですよねもうみんな知ってるかそんなの藤本美貴パートだった部分とかっていうのを歌わしてみたら面白いかもしれないまあねこれは藤本もちょっとかかってるんですよねちょっと ハスキーっていうわけじゃなくてか,かかってる声なんですよね、うん。それ、まあこれは多分モーニング娘。でも叶えられるでしょう。で、ソロ、ソロですから、あの、まあ、松浦の曲でいきますけど、僕はね、ハピネスという曲、これ <laughs> をね、北川バージョン、ね、聞きたいなぁ。<laughs> まあおそらく本人自体本人自身がそのほど松浦って多分聞いてないのかもしれないけどね、うん、でも選ぶ時バースデーイベントってね、えー、後藤ソロ藤本ソロってまあロマンモはよく歌われるけどなんかそんなあんまりメジャーじゃない気もするけど松浦ソロ松浦の曲はねよく選ばれますでポップな曲歌うのもいいけどね ななんんか100回のまあ衣装はカバーしないかねだけどなんか夢の膨らむ感じ雰囲気ですよ本当になんかモーニング娘。僕から見るとモーニング娘。の王道の肩持ってる気がする雰囲気で、うんまあ、彼女がこれから、えー、長いモーニング娘。の人生になると思いますんで。 その中で自分が見つけ出したモーニング娘。ポジションというのをなんかガンガン突き進んでいただくの楽しみだなっていうふうに思うそんな3月16日を過ごしておりますまあね、えっと、今日は2人のメンバーの誕生日だったということで動画立て続けに2本あげましたけどまたこの15期というものに関しては16期に関しては。 お話しする機会を設けたいと思ってますのでそちらも楽しみにしてくださいぜひ毎日ハロプロのメンバーの話をしがちでございますが、えー、とチャンネル登録して,い,ていただければあの私のモチベーションも高まるということでもとも高めでやってますけどお願いしますそんな感じですでは今日は、えー、とハッピーバースデー2人のメンバーをに思いを馳せるそんな1日にして締めていきたいな,ーなーと思っております 付き合ってくれてありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあね。